こんにちは、プラハでピボです。今回のテーマはプラハ城の衛兵についてです。プラハ城の門の前に立つ衛兵はとても人気があり、プラハ城に来る者は必ずと言っていいほど隣に立って写真を撮りたくなります。しかしながらご存知の通り、コロナの関係で3月の半ばから6月の半ばまではですね、門の前に立つことがありませんでした。そうですね、私の記憶が正しければ6月の20日頃から再び門の前に立つようになりまして、通常通り衛兵も門番として活動しております。この衛兵は誰でも彼でもなれるわけではなく、いろいろと条件をクリアしないと衛兵にはなれません。その衛兵になるための条件ですとか、隊員の構成をさっとですね、今まで書き記しました。女性にも門が開かれています。そしてその衛兵は1時間おきに交代式がありまして、これからその衛兵交代式をですね、一つ見ていただきたいと思います。3人1組で行進してきます。そして先頭の者が合図をして、2人を門の前に立たせ、そして今立っている2人を詰め所に連れて帰るという役目です。先頭に立つ者は位が高い者が多く、ベルトの色が他の2人と違うのに気づきます。常にというわけではありませんが、そのようなことが多いので、ベルトの色にもですね、ちょっと気をつけてみましょう。彼らは1時間直立するわけですが、日差しが強いとサングラス、目の帽子ですね、かけます。そして冬場寒い時、夏場暑すぎる時は門の前に立たなくてもよいということになっています。はい、先頭の人のベルトは金色でした。毎日正午はもっと大きな交代式ですが、他の時間帯はこの交代式で1時間おきにですね、行われます。ところで皆さん、今見ていただいたこの交代式でちょっと気になった点があるんですね。ですので巻き戻してもう一度見てみましょう。ではもう一度このように行進してきました。しばらくは気になった点には至らないので、ちょっとだけね、早送りしていきます。気になる点が出てきたらまた通常モードにですね、戻していきましょう。さあ、ここからです。よく見ていてください。はい、先頭の人は金色のベルトという話をしました。右側の方注目してください。ストップ。ナイスなズッコケです。新しく立つ衛兵さんもそのナイスなズッコケをですね、しっかり見ていたので、にんまりと笑ってしまいました。
ずっこけた衛兵さんもやっぱり恥ずかしかったのでしょうか、つい舌をペロッと出してしまう始末です。それでもなんとかですね、冷静を保ち、何事もなかったかのように退いていきますが、見ている人は見ていたんですね。しっかり見られちゃいました。ちょっとお茶目なですね、交代式を見ることができました。それでもまあお勤めね、ご苦労様でした。